木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、チキン南蛮を作りました。そしてエビフライを20本。今日はですね、こちらにじゃん、業務用タルタルソース1キロです。これをですね、たっぷりここにかけ放題にして食べたいと思います。じゃあチキン南蛮の作り方いきたいと思います。まずは鶏もも肉を切ります。今日は2キロ使います。はい、全部切れました。切れたら小麦粉をまぶします。で、お肉がちょっとサラッとなるまで小麦粉をまぶしてください。で、次は卵を揉み込みます。鶏肉は揚げ焼きにします。片面焼けたら裏返します。塩コショウ忘れとったけど今します。チキン南蛮のタレを作ります。お酢、お醤油、お砂糖、こちらを煮詰めます。で、ちょっと煮立ってきたら揚げた鶏もも肉を入れます。じゃーん、完成です。もうタルタルソースはかけてあります。いただきます。うわー、めっちゃ美味しそうです。タルタル超たっぷり。うん、最高に美味しいです。まあやっぱもも肉はジューシーでいいですね。ご飯も美味しい。今日はタルタルが1キロもあるからかけ放題でめっちゃ嬉しいです。いや、ほんとタルタルってね、ついつい足りなくなりますよね。今日はエビフライです。うん、さあ、じゃんじゃんタルタルをかけていきます。うん、あー、真っ白。うわ、もう白い恋人やね。でもこのタルタルソース、こんな業務用なのにすごいめっちゃ美味しいです。なんか玉ねぎのなんか手作りでタルタルソース作った時のあのプチプチした感じはあんまりないんですけど、でもなんかペーストになっとって美味しいタルタルソースが。大根のお味噌汁です。うん、美味しい。健康的。
タルタルソースって 100g で 502kcal もあるんだって。じゃあこれ全部使ったら5,200kcal になる。こうタルタルソースってカロリーが高いんだ。最近ほんとでもさ暑いよね。もうね、でも7月なんだから暑いに決まっとるんやけどさ、もう毎年思うね、今年暑いなーって。でも今日揚げ物したけ本当に地獄だった。冷房入れても暑いよね。冷房さ強いの入れるとさ食べ物がさすぐ冷めるけどさ、それも嫌ないよね。夏は悩ましいね。うわー、タルタルの湖だ。エビフライもこのタルタルの海につけます。タルタルってマジうまいよね。大好き。まだまだあります。まあ野菜もめっちゃタルタルソースだらけ。タルタル祭りや。もうお皿のね中がね真っ白に見えると思うんですけど、でもこの中にチキン南蛮がいます。うん、すごい滴るタルタルソース。最後のチキン南蛮だ。で最後の一口です。うん、
これはもう野菜を食べてるのかタルタルソースを食べてるのかわからないですね。タルタルソースもったいないから飲もう。わー、こんなにいっぱいまだ残ってる。完食です。ごちそうさまでした。タルタルソースかけ放題のチキン南蛮とエビフライめっちゃ美味しかったです。いや、やっぱりですね、タルタルソースはね最高ですね。チキン南蛮めっちゃ美味しかったし、今日は幸せでした。チキン南蛮やエビフライをこの業務用タルタルソース 1kg で食べてみたらいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。デジータのスマイル、バイバーイ。